はい、皆さん、ね、視聴者の方もうわーっていう金額のもの結構あると思うので、うん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 、今日は心して見ていただきたいんですが、はい、見るからにそうす、ね、見るからに高そうですね、うんうん、高そうですね。ライニングがこれスウェードなんですけど、はい、これはあのビッグレザーで色移りがしません。あ、まあ、いわゆる縦型トートというやつですね、うんうん、そうですね、縦型トートも、まあ、横も縦もありますけど、はい、非常にこれも人気のタイプですよね。ここはすべてカーフです、はい、なカーフですね、うん、そしてここはウールです。ウール、はい、重量感も、はい、うん、まあ、トートっていう感じじゃないけれど、はい、これ実はこの金具をパッと外すと、うん、パタって開いてトートバッグのような感じで持つことができる。持つとわーってなると、見てるだけでもわーってなってます。柔らかそう、すごい柔らかいよこれ。うわー、うわーすごい、フォルサスタイル編集長の星葉です。編集長のスタイルクリニック、今回のテーマは大人のトートバッグです。こちらのテーマもですね、視聴者から、ぜひトートバッグの特集をやってほしいということで、やるのであればできれば上質で大人に似合うものを探してほしいということだったので、今回はその特集をしていきたいと思います。ということで最後までご覧になってください。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、ということで今回は、はい、大人に似合うトートバッグ特集です。トートバッグ、はい、トートバッグ使いますか？最近買いました。お、なんだ？持ってなくて。それはどういう、こう心境でそういうのを買ったんですか？やっぱりちょっときれいめの服装の時にリュックばっかりだったんで、うん、ちょっとたまに合わない、まあ、セットアップの時とか、うん、ちょっとこう僕のやつで結構、うん、登山用のリュックとかやったんで。あ、今まで使ってたやつ。それちょっとスタイルに、まあ、子供っぽくなっちゃうというか合わないような。そうなんですよ。なんでちょっといいもの1個買おうっていうので。ちなみにそれはこれ言っていいの？どこのやつが買ったの？あのアルマーニの、うん、本当真っ黒のシンプルな。それは本当に上は空いてる感じ？上空いてます。サイズで言うと多分これぐらいのサイズですね。でも今並んでるものぐらいの、うんうん、実際に持ってみてどう？使いやすさとか。あ、でもやっぱ使いやすいです。あとやっぱり長く使えるんで、うん、なんかすごいで流行り廃りがないんで。なるほど。あまりこう邪魔しないというか、うん、まあ夏とかだとね、トートバッグとか定番ですよね、うん、ちょっと遊びに行くときとか、まあちょっとした旅行に行くときとかも、まあ、使いやすいですね、トートバッグって、うん、そうですね、うん、やっぱりあとユニセックスというか、はい、別に男性女性関係なく、はい、まあ、モテるというところもあって、うん、まあ、大きさはねもちろん当然、うん、大きすぎるとね女性には似合わないかもしれないけど、うんうんうん、まあ、割と男性でも女性でも使えるというところがこのトートバッグの魅力、うん、そうですね、うん、男女でカップルでパートナーとシェアするって使い方もできますからね。まあ、シェア使いもね最近本当に増えてますから、はい、そういう意味でも本当にいい、うん、まあ、トートバッグを持って、はい、まあ、2人で使い合うっていうのは、ね、すごく、ね、素敵なことだと思うんですけど、まあ、トートバッグって結構、まあ、それこそ LL ビーンだったりとか、もともとはそうですよね、はい、うん、あれがまあ元祖と言われてて、すごいカジュアルなイメージがちょっと強いんですけども、うんうん、まあ、でも大人が持つとなると、やっぱちょっとそこはお高いものをね、ちょっと狙っていきたいところではありますよね、うんうんうん、そうですよね、まあ、そもそもトートバッグってカジュアルだったっていうところなんですよね、うん、知らなかった。まあ、カジュアルな存在だったんですけど、それがやっぱりこう大人に似合うっていうことになると、当然そこはちょっと良質な素材とかっていうのは使うとかなり大人っぽい印象にはなりますよね、うんうん、はい、やっぱり素材ですね、うんうんうん、ということで、まあ、まず一番最初に紹介するのは、ノア君が持ってるこれボッテガベネタっていうブランドですね、はい、見るからにそうですね、見るからに、うん、高そうですね。高そうですね。やっぱレザーになるとトートバッグの印象がガラッと変わるですね、うん、まあそうですね、はい、まあ、そもそもさっきも言ったようにトートバッグっていうのはカジュアルキャンバス素材、コットンとかのキャンバス、キャンバスを使ってることが多かったので、はい、まあ総じてそんなに高いものではなかったんですけど、うんうん、当然レザーを使うと、はい、ここですよね、良質な素材、うん、革を使うと高くなります、はいはい、中でも今回このまあ、ご紹介するものはいろいろすごくいいものを揃えたので、はい、皆さん視聴者の方もうわーっていう金額のもの結構あると思うので、今日は心して見ていただきたいんですが、はい、その中でもこれですね、はい、結構お高いです、はい、いくらだと思いますか？僕はでも正直パッと見で、パッと見でいいですか、うん、パッと見で、はい、5、60万ぐらいかなと思ってます。なるほど。あ、まあ、全部ソーレザーイントレチャート、はい、まあ、モッテガというネームも含めて、僕が買ったさっき言ったトートバッグが
全部レザーで、はい、真っ黒でサイズもまあ気持ちちょっとちっちゃいですけど、うん、それぐらい30ぐらいだったんですよ。じゃあいい線かもしれないですね、まあ、でも買ったのは 2,3 年前というのもあったんで、うん、今ちょっと値段もあるじゃないですか。そうね、物価は全て高騰してますからね。はい、それは革を使ってる、まあ、もちろんね当然いい革なんですけど、この革に関してはナッパレザーですね。うん、はい、羊ですね。羊、はい、なるほど、なるほど。で、羊がもともと高いということでもあるんですけど、はい、さらにこれはどういうふうにしてるかっていうと、皮があります、表面、はい、これ表面で、こっちをもう一回、こっちが表、わかります？で、こっちも表にしてるんですよ。要するにこれをくっつけてるんですね、ガッチャン。両方とも表なんですよ、はいはい、で、それを1枚のこう皮を作りまして、うん、足してね、はい、両面足して、うんうんうん、でそれをこう切っていくんです、細く、はい、だいたいその細さっていうのがこれのそうね 1. 何センチかの細さに全部切れてるんですけど、はい、でそれを切った上でそれをさらに2人でこう編んでいくんですね、はい、なるほど、とてつもない手間暇がかかってるという、つまり良質なレザーを2枚重ねて使い、細かく切り、うん、手で編む、編む、手作り。いや、ますます値段を聞くのは怖いですね。怖いですね。この幅がですね、45センチ×33センチ、うん、で結構でも大きめですよね。そうですね、うん、高さが20、うん、だから、まあ、ノア君の、ね、身長で持ったとしても、うん、すごくバランスがいいんじゃないかなと。1泊2日ぐらいだったらこれ旅行行けますよね。いいですね、1泊2日全然いいと思いますね、うんうん、はい、じゃあそろそろちょっと怖い値段を、はいはい、159万159万5千円ですね。ちょっと演劇します。早く置いて手汗かく前に早く置いてすごいいいバッグだよねこれね。これはいいですね、159、うん、昔僕が知ってる時はおそらく80万ぐらいだったんです。それは僕がレオンという雑誌をやってる時によく特集で、はいはい、あの使わせていただきましたね。でもやっぱりもうそれ20年前の話なんで、それやっぱりね価格が、そのだいぶ上がってますね。そうですね、逆にここから先もし上がるかもしれないと考えたら今買ってた方がいいかもしれないですよね。まあそういうことになりますよね、はい、将来的に200万円いくかもしれないじゃないですか。カードも切れないです159は、まあ、という感じです、はい、まずはじゃあ持っていかないと、はいはい、そして続いてですね、同じようなトートっていうところでいくと、これも、うん、トートですね、はいはい、ちょっとこれ持っていただいて、はい、うんうん、品のいい色ですね、うん、いわゆるグレージュ、グレージュ、グレージュですね、ベージュっぽい、ベージュにちょっとグレーが入ってる感じなんですかね、はいはい、これリンドスって呼ばれるレザーですね、うん、これはカーフレザーですね、はい、でシボ革です、はいはい、これシセイっていうブランドで、はい、イタリアのフィレンツェですね、はい、にある、大平知世さんっていう方が丹精込めて、うん、丁寧に綺麗に作ってるんですね、うん、でこの間僕工房行ってきたんですけど、はい、やっぱり革の選び方から、うん、それから素材の使い方から、うん、その仕上げから、うん、縫い方から非常に丁寧にやってて、うん、でもともと知世さんっていうのはどこにやってたかというと、数ある、はい、まあ、今日も出てくるたくさんのブランドのラグジュアリーブランドにいらっしゃった方なんですね、うん、へえ、なのでそう、あの綺麗なバッグ作りをするのはすごく上手な方なんですよ。綺麗ですね、はい、で今は現在もそのイタリアのフィレンツェっていうところで工房を構えて、うんうん、あの皆さんスタッフと一緒に丁寧に一つ一つ作ってるっていうのがこの資生のバッグの特徴です、はい、いや本当エレガントですもんね、うん、でちょっとやっぱこれも革がちょっと柔らかい感じですね。柔らかいですよね、マッチのところが、うん、そうですね、うん、でこれちなみにライニングがこれスウェードなんですけど、はい、これはあのピックレザーで色移りがしません。あ、そういうところもちゃんと綺麗に考えられて作られてますね。でこれもサイドにこうスナップがあるので、うんうんうん、少し広げると大きくして使うことも、うんうんうん、まあ、容量を少し広げて使うこともできるという感じですね、うんうん、これも一番人気の形です、うんうん、姿勢の中では。これでだいたい46センチですね、幅が、うんうんうん、で31センチ、うん、そしてここは深さが19センチと、うん、まあ、あの平均的な大きさなのかなと、はい、じゃあ続いていってみましょうか、はい、同じようなところでいくと脂肪側ですね、これもね、はい、トッズですね、トッズ、はい、これでだいたい幅が38センチ、うん、深さ39センチで
ここが幅が9センチですね、はいはい、まあ、いわゆる縦型トートというやつですね、うん、そうですね、うん、縦型トートも、まあ、横も縦もありますけど、はい、非常にこれも人気のタイプですよね。これもまさにビジネスで使えそうなトートですよね、うん、これ流行りってあるんですか、縦型横型のなんかブランドのなんかトレンドとかってあるんですか。好みなんですか。好みじゃないかな。ただ横に長い方が若干カジュアルな、ビジネストートはだいたい縦型が多いですよね。うん、そうですね、うん、まあでもそこも言ってもまあ好みかもしれないですね、あとは身長とのバランスにもよるんだよね。ああ、確かに。やっぱりあんまり大きい、ね、あのバッグを小さい小柄な人が持ってるとすごいわーってでかってなるじゃない、やっぱり それなりに身長とバランスと合ってる方がいいし、なるほど、体とのバランスですね。体とのバランスだよね、うん、ちなみにこれもカーフです、はい、結構厚みのあるカーフですね、で中にはなんとこういうふうに、はい、これいいですよね。これがついていて、まあ、いろんな大事なものとかを入れることができます、はい、そしてあとはこういうねショルダーもついてます。はい、便利ですねショルダー。なのでここはキャンバスですね、こういうふうにして、こういうふうにすると、まあ、ショルダーとしても、ショルダーバッグとしても使うことが、そうですね、そんな感じで、これをこれでね、あ、なるほど、また手で持つと印象変わりますね、印象変わります、ショルダーで使うのはこのぐらいのサイズでもいいかもしれないですね、そうなんです、うん、続いてはこちらです、はい、セラピアン、はい、はい、セラピアンもイタリアのブランドですね。先日ね、銀座に旗艦店がオープンしましたし、そうなんです、今注目の、ね、はい、注目のブランドですね。でセラピアンも、まあ、あのいろんなバッグ作ってるんですけど、これ非常に人気の形ですね、はい、こう広げるとこういうふうに中は実はマッチもしっかりしていて、中にもパソコンとかも入れられるようになってたりとか、これ区切ってるのすごい便利ですよね、うん、中で、うん、そうだね、で区切ってる中にもちゃんとファスナーがついていて、そこに本当にパソコンとかいろいろ入れたりとか大事なものを入れたりすることもできます。これ素材、これ素材なんですかね。これはねカーフレザー、はい、ここは全てカーフです、綺麗なカーフですね、はい、そしてここはウールです。ウール、はい、だすごくねあのちょっと素材感があって、でも中は違うんですよちゃんと。はい、ウールとレザーの組み合わせってなんかちょっとバッグだとなんか新鮮な気がしますね、うん、あまり見たことないですね、うん、はい、非常にだから洋服と同じようなこう感じで持てるんじゃないかな、はい、うん、で色もねすごくこのグレージュっていう色と綺麗です、黒とのコンビネーションになって、はい、です、ね、後ろはもちろんレザーですね、あとは特徴的なのは実はこれはここもテープになってるんですよ、はい、こういうふうにテープになっててでこれをね一本一本職人が差し込んでいくんです。それでこれをね作ることができます。一本一本通していくんです。ここに1本これ1本2本3本4本5本6本6本通すとこういう風な模様になるんですよね。おで実際に僕もやったことがあります、これイタリアで、はい、それをあのこうやってね革の先にここに穴が開いてて、はい、でここで引っ張るんですね、シューってそうするとその革のところにこういう風に模様になっていくんです。いまだに理解できてないです僕だから今ここ黒じゃないですか、はい、はい、だこの下のところは例えば赤にするとかもできるんですね。あ赤白赤白赤白、赤白、まあ、ここのところだけ黒とかにすることもできます。そうやって模様をつけることもできます。それが大体銀座のお店とか、はい、イタリアのところだと個人オーダーして、うん、自分の好みの色を、あすごい、あいいですね。そうなんです、オーダーメイドで楽しむことができるのが、このモザイクっていうシリーズですね。ちょっとモザイク模様みたいなので、まあ、そういう言い方をしています。そして続いていってみましょうか、はい、これはね持つとうわーってなると思う怖いなちょっと怖いですね。いやもう見てるだけでもわーってなってます柔らかそう、すごい柔らかいよこれ、うわうわすごいなんか軽い、赤ちゃん抱いてるみたいな我が子を抱いてるみたいな、すごいすごいよね。何すかこれ、これもすごい、まあ、もちろんトートバッグなんですけど、はい、カーフですね、はい、でもう柔らかさが厳選されてる、非常にしなやかな、これは、まあ、素材、まあ、ハイクオリティの素材を使うことでも有名な、はい、ロロピアーナのおーやばいやつトートバッグです。トートバッグっていうかもうこれもね
なんて言ったらいいんだろうな、これ普通の人が見たらはぁはぁはぁってなるかもしれないけど、うん、知る人が知る、ね、うん、見る人が見たら、うん、ちょっと革に興味がある人だったら一発でめちゃくちゃいいバッグだってなるでしょ、うん、だってもう明らか柔らかさがこれ伝わってくるからね、はい、これですからね、そんな柔らかいですか、そんなもんじゃってこういうのでも本当揉みたくなるような柔らかさ、炊きたくなるというふたっと持ってほしいんですね、うん、当然あのレザーのレベルっていうのがやっぱりいろいろあるんですけど、うん、はい、すごいあの素材にねこだわったこうレザー使ってやっぱりロピアールですけど、もうほぼトップクオリティと言って断言して差し支えないでしょう、はい、これで、まあ大体大きさが40センチ32センチ、はい、で幅が27センチですね、はい、そして、はい、続いてこれですね、ブルネロクチネリです、はい、はい、ブルネロクチネリもコロンとして可愛らしいシルエットですね、うん、そうですね、これは、うん、ちなみにこうメンズというよりはユニセックスとして、使っていただきたいというやつですね、うん、はいはい、これもカーフです、マットカーフスキンというタイプですね、うんうん、柔らかい、これも質感がいいですね、いい革使ってんだろうなと、うん、すごい柔らかいです、うん、いい革だね、これ何色なんですか、これは一応あのブラウンなんですけど、はい、ジャンドゥーヤって言われてる、ジャンドゥーヤちょっと小豆っぽい、はい、このちょっとね、そうだね、うん、あのブラウンだけど少し深みのあるブラウンの色ですね、これストラップが長いからちょっとこうかけてもいけそうですよね、だからこそ本当に女性にも愛用されてる、うん、ユニセックスで使われてるっていうやつなんですけど、はい、これのやっぱりポイントはまあ、ブルネロクチネリも当然いい素材を扱うことですごく、うん、まあね、シンプルに使うことですごく、まあ、もちろん有名なんですが、はい、見る人が見ると分かるべきポイントっていうのがあって、はい、ここにねこういうのがあるんですよ、はい、気づいてました、さっきからちょっとキラキラ光ってるなと、うん、そうですね、これどうやって作ってるかっていうと、これ一つつぶ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 って全部こうビーズみたいなやつなんだけど、はいはい、キラキラしてる、はい、これモニ入れっていうんですけど、はい、これも僕もあのブルネロクチネリの、ね、工場に行ったことがあるんで分からないですけど、はいはい、一つ丁寧に一個ずつ一個ずつ職人さんが作ってるやつなんですよ、うんうんうん、だから当然これだけの数をこれだけちっちゃかったとしてもこれだけの数やるってことは当然人の手間暇がかかるんですよ、うん、はい、そうですね、だから当然高くなります、まあ、そうですよね、はい、そしたら2個ついてますからね、はい、だからこっちとこっちやっぱりこのトートを持つんならかけて、はい、なるべく人の目に触れさせたいモニ入れよね、下で持つとちょっとなんかもったいないでしょ、こうやってここみたいな感じでよくない、あの女性が着てるタンクトップとかでも、はいはい、普通のね白のタンクトップとか、はい、ここだけモニ入れがついてたりする、うん、後ろだけとか、はい、なんかスニーカーとかにも入ってますよね、そう、スニーカーもモニ入れがつくと大体15万とか20万とかなんで、うん、T シャツとかも普通のコットンの普通の T シャツなんだけど、はい、モニ入れとかがついてるとまあ10万とかすぐ増えてくる、こうなるとどれかこれ大体想像できてきますね、はい、という、はい、それでは続いて最後、はい、これは今までそう、ね、このスタイルクリニックでは紹介はなかなかしてこなかったんですけど、はい、まあ、イギリスを代表するブランドですね、はいはい、はい、アルフレッド・ダンヒルです、はい、ダンヒルですね、はい、こちらです、確かに一回も出てきたことないですね、ダンヒル、だけどこの間実はちょっとこれ持ってもらっていいですか、しっかりしてるんですね、これね、すごい、うん、重量感も、はい、まあ、うん、トートっていう感じじゃないけれど、はい、これ実はこの金具をパッと外すと、うん、パタッて開いてトートバッグのような感じで持つことができる、なるほど、シルエット今だとちょっとボストンっぽいですけどね、そうなんですよね、はい、それで形を形状を変えて持つことができます、はい、うん、ちなみに半シーズン前か、うんうん、サイモン・ホロウェイというイギリス人がいるんですけど、うん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 、その人がクリエイティブディレクターになったことによって、うんうん、アルフレッド・ダンヒルのショーがとてつもなくかっこよくなってます、まあメンズスタイルの中ではかなり上にボーンと来たんじゃないかなという、久しぶりの、なんかインスタでも結構上げられてましたよね、ダンヒルの上げてますし、今回初めてミラノでファッションショーやったんですけど、はいはい、むちゃくちゃかっこよかったです、じゃあ今再注目と言っても過言ではな いもうすごいいいブランドです、本当にあのプレゼンテーションやってるし、はい、洋服もあのこういう小物に対してもそのサイモン・ホロウェイさんというイギリス人が、はい、とてつもなくイギリスの文化のことを分かってて、メンズのファッションって頂点やっぱりイギリスなんですよ、うんはいうん、で歴史あるそういうディテールみたいなことを、はい、ジャケットはこういう作りでパンツはこういう作りでみたいなことを全て理解してる人なんですよ、だから作り込みが半端ないです、このバッグにしてもそうです、いやこのバッグもこの底のレザーの部分のこうきっちりした感じでちょっとやっぱりイギリスっぽいなという、そうなんですね、うん、こういう風にして
トートバッグとしても、うんまあ、ような感じで使うこともできると。結構変わりますね、シルエットが、うん、でこれちなみにこの革もすごくいい革で、はい、これはね、ゴートレザーです。ゴートレザー、ゴートレザー、ヤギ革ですね。あ、はい、そしてここのこの編み込みみたいなキャンバス地なんですけど、はい、これはコットンとウールカシミヤです、コットンとウールカシミヤのブレンドですね。すっごいしなやかじゃないですか、柔らかくない、すごい柔らかいです。張りもあるし柔らかさもあるしっていう感じなんでね、はい、これはもうすごくまた皆さんですね、よくお店行って見ていただけるといいもの作りをされてるんでいいんじゃないかなと。男っぽいでしょ。いや、かっこいいですね。かっこいいよね。小物とかもありそうですね、いろいろ。小物もあります、小物もあります。スモールレザーグッズまであります、うん、はい、ということで、はい、今回は、はい、いろいろなさまざまな大人に似合う、うんまあ、トートバッグとは言ってますけど、バッグとしていろいろなブランドをご紹介してきましたが、うんはい、いやもうこれ絶対一緒だと思う。え、一緒っすか。あれ違う。いやもう全部いいバッグです、全部確かのもうデザインも質感もお値段も全部大人だったんで、はい、あれなんですけど、ノア君じゃあ僕はもうまだあのボッテガー行きたいっすね。そっちか、そっちかやっぱ違いますよね。そっちか、はい、150、はい、9万円、はい、いえ、まあそれは今いい、欲しいよ。いや欲しいっすよね。ちなみにじゃ あの、はい、天の声さんどうでした、はい、僕はロピアです。このクタクタはちょっと持ってみたいですね。僕基本バッグ持たない派の人間なんですけど、これは持ちたいです、はい、ということで今回はトートバッグ特集、はいはい、お届けしました、はいはい、本当にこれね、実際 YouTube で今回は YouTube で今回もご紹介してますけど、やっぱり皆さんブランド行っていただいて、せっかくですから手に触っていただいて、はい、その感動とともになんかこう選んでいただけるのが一番いいんじゃないかな、はい、というわけでこの、編集長のスタイルクリニック動画の連載はですね、本誌のフォルツァスタイルの方の企画と連動しております。詳細を、ご覧になりたい方は、本誌の方のフォルツァスタイルをご覧になってください、そしてさらにですね、ハッシュタグ、洋服の服に魂と書いていただいて、服魂と書いていただいて、皆さんですね、自分のスタイルをインスタグラムにアップしてください。でその時に福魂ってつけていただいた方にはですね、我々がその中から記事をピックアップして皆さんのコーディネートとかを全部紹介していきたいと思います、ですのでハッシュタグ福魂とか言っていただいて、インスタグラムの方をアップしてください。やっぱこれね、手にしてみないと分かんないと思うので、はい、ぜひ皆さん、各お店でチェックしていただければと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。またお会いしましょう。あ、すごいなこれ。あらゆる女性にモテる鉄板です。ロックフラの夜景魂、星葉さんと私ともこれお宝ですよ。うわ、すごい。